インターリーグヤンキース6、4ドジャース、2024年6月9日ニューヨーク。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手、32、が9日、日本時間10日、本拠でのドジャース戦で2位連発となる24号を放った。5対4と1点差に迫られた直後の8回裏、先頭で左翼席へ特大の24号ソロ。 ニーク草連発でリードを広げる衝撃アーチに本拠ファンも総立ちで大興奮した。この日は中越え二塁打、三塁内野安打も放ったジャッジは前日8日の同戦で22安打23号と1試合2発を放ち、試合こそ敗れたものの、名門対決、で主砲の意地を見せた。24号は2位のオリオールズ・ヘンダーソンに4本差しをつけ、両リーグトップを独走。ナリーグ2位。 大谷翔平には9本差しとし、存在感を発揮した。67試合で24発はシーズン162試合に換算すると、58発ペースとなった。大リーグ公式サイトのサララングス記者は自身の X で、1901年以降に1シーズンの30試合の期間で30本以上の長打を放ったのは史上3人目と指摘。過去に達成したのは、 1928年のチック・ヘイフィー、カージナルス、1937年のジョー・ディマジオ、ヤンキースの二人でジャッジは球団のレジェンド以来87年ぶりの快挙達成となった。また、ジャッジは対ドジャース戦10試合でこれで8本塁打ち目。ラングス記者によると、1900年以降で同一球団相手に最初の10試合で8本塁打をマークしたのはミッキー・マントル。 レジー・ジャクソンらに並ぶ4位体となったデータも紹介した。